ようにいかない日々でございますけれども、ガンバはね、非公開でのね、練習が続いております。まあね、昨日の、スポンジの記事をご紹介しますと、3日のね、練習で、キム・ヨンゴン選手が右肩脱臼で離脱したとありますね。まあ、3日に、J クラブとの練習試合が行われた模様なんですが、その時に怪我をしてしまったと、全治は未定ということで18日にリーグ戦が再開されても出場は難しいということなんですね。一方すでに部分合流している元日本代表の庄司選手についてはね、オフ明けにも全体練習に合流できると思うということで、明日から予定されております、練習に完全合流をねするのではないかと言われております。で、さらには11日に行われる予定の練習試合でガンバデビューする可能性も出てきたということです。まあ、このね中断期間中にですね、もう本当にねこう怪我人が戻ってきて、そして庄司選手が戻ってさらにということが期待されてたんですが、もうヨンゴン選手のね早い早い回復をお祈りしております。さて今日のデポナビなんですけれども、奥野航平選手のロングインタビューをお届けします。奥野航平選手、ミッドフィルダー背番号26番です。お誕生日は2000年の4月3日、出身は兵庫県伊丹市です。174センチ、63キロ、右利きの選手、有岡 AFC、そしてガンバ大阪ジュニアユース、ユースと昇格し、J 初出場は2017年の9月10日、J3 リーグ第22節の沼津戦。そして、昨年11月4日に J3 リーグ、第29節相模原戦で初ゴールを挙げました。まあ、本当にね、我が番組のリスナーの皆さん、愛さんをはじめですね、皆さんね、ユース出身、そしてもっともっと下のアカデミー出身の選手をずっと応援してくださってて、ね、ずっと見てくださってて、ね、いろんな情報を、ね、教えていただいてありがとうございます。で、奥野選手のインタビューの前にもたくさんの、ね、質問、そしてメッセージ、そしてエピソードを教えていただいて、皆さん本当にありがとうございました。今日は奥野選手、昨年の11月27日に、ね、お話をたくさん聞いてきたんですけども、その模様を、ね、お届けしてまいります。まず奥野選手にジュニアユース時代を振り返っていただきました。さらにはユース時代も振り返っていただき、そして同じアカデミー出身の井出口選手にも語っていただきました。そして皆さんからの質問に答えていただいております。プロになったと実感した時、そしていつからガンバファンだったのか、そして先輩と食事に行った時のエピソード、プロになって嬉しかったこと、悔しかったこと、そして初ゴールを振り返ってもらっています。もっとねたくさん聞いてきたんですけども、今日は前半部分13分、お送りしていきたいと思います。それでは奥野航平選手のロングインタビューをお楽しみください。奥野選手は奥野選手のことを、昔からずっと応援してらっしゃるこうファンの皆さんが当番組いつも聞いてくださってるんですけど、その皆さんがですね奥野選手のプロフィールを送ってきてくださいました。はい、一緒に振り返りをお願いいたします。はい、まず、ガンバ大阪ジュニアユース入団から中盤一筋、小柄な天才パサーとして1年から A チームのメンバー入り、中3ジュニアユースオールスター戦のメニコンカップで MVP、 3年生の時には夏のクラブユースで3位、冬の高円宮杯で2位の成績を収めるということなんですが、ジュニアユースこのような、プロフィールでよろしいでしょうか。いや、1年の時から A チームには多分行ってなかったと思うんですけど、はい、それだけ間違ってるそこはもう間違ってると、はい、そんな奥野選手なんですが、今からそのジュニアユースで振り返っていかがですか。基礎技術がとてもついた3年間だったし、ガンバのサッカーってこういうサッカーなんだなっていうのを教わった3年間でした。輝かしい成績ですね。そうですね、まあ、優勝はできなかったんですけど、まあ、全国大会で3位と2位とっていう経験できたのはとても今の自分に大きいかなと思います。奥野選手、やっぱり今シーズン加入されてから全然顔つきがもうめっちゃ大人っぽくなってますね今。いや、そんなことは自分では分かんないんですけど、なってるのかな、なっ
ってますなってます。さすが19試合先発を張ってらっしゃる奥野選手だなと思って、今こう改めて近くで見たらびっくりしました。怪我もあって、よりサッカーに真剣になったというか、プロに入って厳しさも分かったんで、まあ、みんなが先輩の人が落ち着いてるんで、まあ、それに影響されてるかもしれないです。そうなんですね。そしてですね、次ユース時代なんですけども、ユース昇格後、国体大阪チームのキャプテンで準優勝、監督から全てを任される最高のキャプテンと最大の賛辞を贈られる。で、2年生の時にはアンダー17日本代表として谷選手とともにワールドカップへ、ラウンド16で優勝したイングランドに PK 戦で敗れる。で、3年のプレミアリーグは2位ということなんですけれども、高校時代のことを振り返っていかがですか？優勝できないなっていう中学から勝負どころで勝てなかったりしてたんで、まあ、そういうところをこれから補っていきたいなと思います。そしてプレースタイルなんですけれども、もともとは冷静でパスセンスに長け、確実なプレーで中盤から組み立てる選手だったんですが、高校に入ってアグレッシブさと磨きがかかって、力強く積極的に、ボールを持ってこう向かっていくスタイルになったというふうにこうファノネさんは分析してますけれども、高校になって余計こう力強くなった感じなんですか？アグレッシブさは自分の持ち味でも高校で できたスタイルかなとも思うし、よく見てるなと思います。まあですよね、もうみんな奥野選手のお父さんお母さんですよねいや、なんでそんな分かるかなと思うぐらい私はそのユース その皆さんジュニアから見てはって、でジュニアユースユースで見てらっしゃるんで、もう勉強させてもらってるんですよすごいですね、サポーターの人が、ね、はい。でそんな、奥野選手がトップ昇格後、 J3 ではサイドハーフでも起用されています。でイニエスタが大好きで、ユース時代の背番号は8ということなんですけども、イニエスタが好きなのはもう中学までで、8は8番が つけてたのは、そんなにこだわりはなかった、なくて、逆に高校の時は井出口選手がもう三冠取った時も、その次の年も躍動してたんで、それでプレースタイルがちょっと変わったのもあるので、とても尊敬します。じゃあ今年井出口選手が帰ってきて、今どんな感じなんですか？いやもう刺激っていうか、お手本というか、もう常にどこでもいるんでピッチ上、勉強させてもらってます。あ、じゃあ今までよりも身近で見れてるわけなんですね、練習でもタフなんで、すごいと思います。やっぱり帰ってこられるとき嬉しかったんですか？いや、まあ嬉しかったですけど、ちょっと怖いなと思ってたんで、喋ると優しかったりもしたんでまあ、サッカー以外で喋れるのはとても嬉しいです。多くの選手から勇気を持って声をかけられたんですか？あ、小学校に行くふれあい活動みたいなんで、班が一緒になって、お、よかったですね。それで喋りかけました、自分で。でそっからもうなんかすごい優しい柔らかい人というか、印象がガラッと変わったです。奥野選手は勇気持ってそのずっと好きやって見てたんですって言わはったんですか？いや、それは言ってないいやでもいろんなところで陽介君の目指してるっていうのは言ってるんで、耳に入ってるかどうかみたいな。井出口選手やからその辺見てるか見てへんかって感じですよね。見てないと思うな奥野選手が言ったら井出口選手めっちゃ喜ばれますよ。後輩からそういうのいかないだね、グイグイいかないといけないグイグイいて、で初瀬君みたいに可愛がられる感じで、もうあの人はすごい可愛がられてた、羨ましいですね。グイグイいきますもんね。グイグイ大事ですね
大事大事どこでしょうか。可愛いからグイグイ来てくれて嬉しいと思いますよ。グイグイ行こうと思います。頑張ってください、はい、そんな奥野選手にたくさんの質問が来てますけれども、まずあのプロになったなと初めて実感したのはどんな時でしたか。ああ、やっとさんとかがロッカールームにいたり、うん、東口さんだったり、スウェーデン代表とかワールドカップ行った選手が一緒のロッカーで着替えてるっていうのは、うん、最初はすごかったです。しかも一緒に着替えてるんですもんね。もうずっと僕もガンバファンだったんで、うん、すごいとこに来たなと思って。大野選手何歳からガンバファンやったんですか。いや、もう多分物心ついた時からガンバの試合は年に何回かバンバー記念球場まで行って応援してたんで、でも小さい頃からずっとファンでした。小さい時は誰のファンやったんですか。小さい時はやっと3歳。やばいですね。とかマグナウベスとか、うん、バレーとか、うん、やっぱフォワードが好きだったです。そうマグナウベスはもう二川選手がその歴代外国人選手の中でナンバーワンって言ってあるんですけど、やっぱすごかったですよね。いや、もう面白かったですね、見てて。点取るし、迫力あるし。遠藤選手はアラウジョの方が良かったと言ってましたけどね。いや、あの時のやつさんはすごかったですね。今も超すごいんですけど、ずっと憧れの選手でしたね。そんな遠藤選手や東口選手と、ね、共にこう、ね、過ごされている奥野選手ですが、ファンの皆さんから早速焼肉美味しかったですかという質問がもう届いております。昨日なんか東さんが後世を誘って、で後世から俺が誘われて行ったんです、意外とそんながっつり絡んだことなかったんで、まあ、最初超緊張してたんですけど、時間が経つにつれて、東さんとても優しい人で、で関西人やし、波長も合うっていうか、ボケたらしか笑ってくれたり、ボケどころをしっかり掴んでくれたりしてたので、とても楽しい焼き肉でした。東口選手加入された直後からね、新人の人をよく連れて行って、ね、新加入者とかも連れて行ってくれるんですけど、よかったですね、すごいいい機会でしたね。いや、もうサッカーの話もしたんで、とてもいい機会でした。じゃあ楽しかったですね。超楽しかったです。奥野選手と谷選手は同じ学年やから、もともと仲良しなんですか。もう仲良しじゃ仲良しですけど、まあ、お互いライバルと僕は思ってるんですよ。あっちはどうかわかんないですけど、僕は常に負けたくない相手なんで、まあ、そういうのはバチバチしながらも普段は、まあ、ずっとあいつがいじってくるだけなんですけど、まあそこもバチバチしてるよ。まあ仲いいですけど。そうなんですね。はい。で、プロになって嬉しかったこと、悔しかったことはありますかと。嬉しかったことは、さっきも言ったんですけど、やっとサンドバードプレーできたり、まあ、今は憧れの選手じゃダメですけど、まあでも僕のスターのスターやったので、それとその人とプレーできるっていうのはとても嬉しいことで、悔しかったことはすぐ怪我をしてしまって、サッカーからスタートして坂から離れてしまったことです。怪我の時期はどんなことを強くされたんですか。しっかりとこうリハビリ中なんですけども、いや、もう最初は怪我して1ヶ月ぐらいは怪我してなかったらどうなってたかなっていう、もうずっと想像してたし、でも吹っ切れた時には復帰した時の想像をして頑張ろうとは思ってました、
森下監督からいろんな言葉とかあったんですか？逆にこっちから、リハビリ前に毎朝スタッフルームに行って、今日がリハビリ、今日もリハビリ行ってきますって。もう行ってこいっつって。忘れられないようにアピールしながら、そこも。大久保さん偉いですね。いや、だから忘れられたくなかったっていう。それでもうね、もう19試合連続で先発出場を続けてらっしゃいますし、また初ゴールも生まれました。あのファンの皆さんからも初ゴールおめでとうございます、気分はどうでしたかという質問が届いております。初ゴールって久々に試合勝った試合だったんで、それで得点できたっていうのが嬉しかったし、宮原雄二コーチがずっと自主練でシート練習してもらってたりしてたん で、でしかも練習してた形で点取れたので、まあ僕だけのゴールじゃないっていうので、そういうのが嬉しかったです。なるほど、本当に綺麗な形で決まりましたし、またミドルですっごいの決まりましたね。ちょっとコース甘かったんですけど、練習してたから打てたかなっていうのもあるので良かったです。ということで奥野光平選手のロングインタビュー前半部分をお届けしました。まあ、本当にこうね、自分からグイグイ行きます先輩にも言ってましたけども、しっかりリハビリ中なんかはね首脳陣にアピールしてたんですね。いやいや本当にね、今シーズンのリーグ開幕戦でメンバー入りしただけにね、これから本当に楽しみなんですけど、なかなか非公開でね、見ることはできないんですが、ぜひぜひねチャンス掴んでね、今シーズン活躍してほしいと思います。で、また後半部分なんですけどもね、監督コーチから学んだことですとか、忘れない試合ですとか、寮での生活についていろいろ聞いております。またね、来週以降お届けしていきたいと思っておりますので、どうぞお楽しみに。さてこの時間、先週ね福田優也選手のロングインタビューをお届けしましたが、福田優也選手にリクエスト曲も聞いておりましたのでね、今日お届けしたいと思います。まずはコメントをお聞きください。選手、最後にまた最近のお気に入りの曲があったらお願いいたします。あ、曲何だったっけな、はい、これです。あ、ワンダーランド。でもこれ歌ってる人は誰か分かんないです。これなんで、いい分かんないです。女性ですか？女性です。めっちゃいい歌です。本当ですか？そっか、じゃあ曲が好きなんですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこちらで、はい、はい、本当にお忙しいところありがとうございました。ということで今日は福田優也選手のリクエスト、イリでワンダーランドをお届けします。福田優也選手のリクエストでイリのワンダーランドをお届けしました。めっちゃいい曲ですって言ってましたけどね、これ聞いて福田選手頑張ってたんですね。まあ、本当に福田選手、そして今日ねロングインタビューをお届けしました奥野光平選手、今シーズンのね飛躍が期待されます。まあ、本当にね、今ね中断しているということで、みんなこういろいろね、トレーニングの持っていき方も大変だと思うんですけれどもね、まあ、遠藤選手なんからは心の整え方に関して語ってるっていうことをね、スポーツなんかも報じています。そちらをご紹介しますと、やっと流の心の整え方、現在新型コロナウイルス感染予防拡散防止で J リーグ全公式戦が中止となっています。18日の再開を見込んでいますけれども、ガンバ大阪の元日本代表の遠藤保仁選手40歳は、中断期間が伸びるんじゃないかなと思いながらやっていた方がいい、18日に始まると思っていて延期となれば伸びたかと感じるけど延期するだろうと思っていた方がね、それで18日に再開するならばありがたい、動揺せずにどっしり構えていればいいと話したということです。で、先行きがね不透明な中で、まあ指揺れを持つというのは、精神の安定を図れない、さらに、中断期間が延長となればより過密日程となるというわけなんですけれども、遠藤選手、条件は全チーム同じ、スケジュールがタイトになればチーム力が試されるわけで、そのために日々鍛えていると、ね、いうふうに語ったということです。まあ、本当にね、
コンディションを落とさないように練習をやるだけというふうに語っている遠藤選手なんですが、次なる一戦へねしっかりと整えていくということを表明されております。でさらに、ガンバが4日に吹田市内、まあねで完全非公開の練習試合を行ったことに関して、4日のスポニチではですね、対戦相手やスコアは非公表としながらも、宇佐美貴史選手がいい内容ではなかったと口にしたこと、そしてゴールキーパーの東口選手も今週はハードトレーニングで出足が重かった部分もあるし雨の影響もあったと思う、もっとできるところはあったと、練習試合を振り返って、反省の弁を述べたということも報じられています。で、宮本監督なんですがこの中断期間のテーマとしてはボールを保持しながらフィニッシュの精度を高めるところと話しているということで、昨年の終盤にできていた部分を忘れていることがあるのでそこを思い出させたいというふうに語っていたということです。それを受けて宇佐美選手は得点の取り方崩し方の工夫をより活かしていかないといけないとゴール前での精度を変えたことをほのめかしたということです。この後さらに11日にも練習試合が予定されているということです。東口選手は、ね、どこのチームも、ね、状況は一緒、ここで上積みがどれだけできるか結局それができるチームが強いというふうに語ったということです。まあ、本当にねその通りですよね。ガンバでこういったこうね遠藤選手をね中心としてベテラン勢もいますしそして若手もググッとね来てるということでねしっかりとチーム力を高めてね臨んでいってほしいと思います。まあねどこのチームも条件は一緒なんでねやっぱり心の持ち方っていうところも大切になってくるんでしょうかね。ただ本当に選手の皆さんねハードスケジュールお前にね調整続いてますけれども、まあ、遠藤選手がおっしゃってるみたいに心のね休養も取りながらねしっかり体をね休めるとこを休めて、臨んでほしいと思います。まあ、選手の皆さんがね安全健康でいることが一番のね、サポーターの願いですからね。まあ、本当にこのね、状況が早く収束してですねもうね多くのプレーでたくさんの皆さんに勇気を与えてほしいですね。もう本当にドイツでの、ね、フランクフルトの鎌田大地選手の活躍を先ほどのコーナーでもご紹介しましたけれどもファンの方の、ね、声援っていうのは大きな力になりますからね選手の皆さんのね、まあ、一体となってね戦える日をこう夢見ながら、この、ね、中断時期皆さんで力を合わせて臨んでいきましょう。まあ、本当にね選手の皆さんに会えないのは寂しいですけどねできることをね一つ一つ一人一人が行えばね収束も近づいていきますのでね皆さん気をつけてこの後も過ごしていきましょうね。ガンバイズム2020このコーナーはガンバ大阪の協力でお送りしました。